ばちゃんが変顔できる鏡作りに挑戦。まずは鏡の作り方をスマホで検索してみると、硝酸化水溶液とかアンモニア水とかを一回揃えなきゃダメっぽいわ。しかし硝酸銀は劇薬、一般人の取り扱いは禁止されている。これさっき言ってたさ、あの楽々実験教室の人だったら持ってんじゃん。管理者山田陽子かっこサイエンス陽子それもあるんかい。早速その方に電話。はい、もしもし。あ、ばあちゃんだよ。ばあちゃんですか。すぐ電話に困惑するサイエンス陽子。硝酸銀水溶液をさ使いたいんだけどさ、幼児さ持ってる？ちゃんと管理者監督者がついていれば、うん、それ監督のもと、その実験操作することができるんですよ。マジ？ちなみにサイエンス幼児困った暇？暇といえば暇です。マジで？すると、登場は予想外だった。といった声が寄せられ、オリジナルツイートは2509ツイート。ちなみにサイエンス幼児のおかげでこんなに綺麗な鏡ができました。